どうもこっちは高橋です。今日も元気にいきましょうぜ。Yes. はい、今日の動画は何でしょうか。進撃の巨人キャラ名クイズ。わあ、むずいぜ。むずいぜ。進撃ね。むずいよね。むずいね。むずいイメージはある。うん、まあ本名だ。フルネーム答えたら2点とかにしましょうかね。でまた片方だったら1点。はいはいはい。で僕はねまたちょっと前の動画ともね、うん、続いててあの喉がねちょっと調子悪いんで。はいはいはい。でスノートの動画でも言ったんですけど、喉にホルモンがつっかえてる感じがするので、うん、キモ症状。テンション低めに聞こえるかもしれないですが、体調は悪くないんで。いやまあ体調。悪そうだけどね、喉にホルモン詰まってたら喉にホルモンいるんだ、ね、ホルモンがいる感じ、気持ち悪いよね、うん、例えが気持ち悪いんじゃないか、まあ、病院もね行ってるんで大丈夫です一応ね、はい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 、じゃあ行きましょう、はい、ではあちょっとごめん、うん、なんか急にお腹が痛くなってきた、うわまさか、ね、やばうわホルモンやろうじゃん、お腹痛、ちょっと一回止めます、はい帰ってきましたいや危ない危ない危ない、なんだ急にトイレのシーンも使われてるってことですね、トイレのシーンも使われてる、さっきのところ、さっきのところ使われてますね多分ね、俺が急にトイレ行くシーンね珍しく、うんね、だから今日喉にホルモンいるやつと急にトイレ行くやつがいますからケイさんに何もないことに乗りながら行きましょうでもちょっとおなら出そうだね今俺、どうしよう、おならすんなよお前、それはまた別だよ、全然別だよもう、えおならすんなやせめて止めてカメラ、うんうん、はいではこちら、はいはい、なんだっけ、はい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 、これ名前当てです、トイレ行ったせいで忘れちゃってるじゃん、なんだ、だから本名、本名で2点、出た、はいはいはい、ちょっと待ってこれ、うわこれ前もあったよね、前もあったぞ、ね、そうあれ結局どっちなんだっけこれ、結局ここだよね、これでなんか前も罰ありましたね、動画でねえ同じことやってるよおじさん、はい、書きました、おじさんだよこれ当てたいよこれちゃんと、ではケイさん、はい、バン、エレン・イエーガ、絵はえエレン・イエーガ、うん、大きい絵ね、イエ・イエーガの方、うん、そう大きい絵です、うん、ちっちゃくないです今回は、はい、前ずで伸ばし棒がイエーガあ、最後つかない、うん、つかない、1個イエーガ、イエーガ、うん、あれイエーガ、どうですか、ゲシュタルト崩壊してるじゃん、カタカナ、どうですか、まあ、エレン・イエーガー、うん、エレン・イエーガー、絵はちっ、あ、エレン・イ、うん、ちっちゃい絵、うん、伸ばし棒が伸ばし棒、うん、正解は俺じゃなかった、うん、エレン・イエーガーです。で、タヤシさん正解です。タヤシさん正解。うしょー、イエーガー。おしょしょしょ。ちっちゃい絵で伸ばし棒。アーディサイは。前もちっちゃい絵にしたらなんか間違いって言われた気がするよ。逆逆。前だ、伸ばしてなかったんじゃん、前は。あ、前伸ばし棒なかったのか。で、今回は2つミスったんじゃん。わかんないけど。ケイさん伸ばし棒もなかった、よしよし、よかった覚えてたわ、1点1点私2点ね、うん、わあ。やった2点だぜ、ここ2回よ、この1点は、はいはいはい、では次よしよしよし、こちら、はい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 、だからあれよ、あれこれもフル、いやフルむずいな、こうじゃない、はい、お、すごい、じゃあ高橋さん、はい、バン、ミカサ・アッカーマン、アッカーマン、ケイさん、バン、ミカサ・アッカーマン、アッカーマン、正解は、うん、ミカサ・アッカーマンです、よしよし、オーケー、正解、よかったよかったよかった、よっしゃ、ミカサかミカサかいつも分かんなくなるんだよね、ミカサ、ミカサ、イントネーションね、ミカサ、ミカサ・アッカーマン、うん、ミカサ・アッカーマンじゃないか、うん、ミカサ・アッカーマンか、そうね、うん、はいはいはい、オッケーオッケー、今のとこ来てるぜ、うん、よし、今のところ満点、2点2点来てる、うん、このままいくぜ、じゃあ次こちら、はい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 、ね、いやそうなのよ、分かってる、知ってんだよ、次はむずいかもね、そうね、ただ片方当てたらよさせ、前とか後ろとか間違えちゃったらどうなの、あ、まあ許しましょうか、優しいんだ、うん、高橋さんでも許しますからね、
なんだ、俺だったら許さないこともあるの。やっぱ最近あの高橋さん厳しいっていう層も出てきてるんで。そんな層、そんな層いた。に甘すぎるっていう。さすがに見てられないっていう層もいたんで。まあまあまあね、そこはね、K にさすがに見て本当にいじめられてると思ってる、うん、でもやっぱりでもしょうがないんだけどね、うんうん、あの社会の仕組みだと思ってほしい、まあ、弱肉強食ですから、ね、それ言い出したら、それ言い出したら本当にいじめみたいになるんですよ。本当にそれ言い出したら社会の縮図、弱肉強食言い出したら本当にそう捉えられるぞお前ら。僕らいじってるだけやろ。本人がねツイッターの、ね、いじめられたとか言ったらもういじめになってしまいます。言ってないし、言ってないし感じてないんだけど、君たちの言い方はもういじめっ子のそれだよ今。弱肉強食とか。でもあの賄賂送ってるから俺、佐藤さんそこの二人が仲いいのは賄賂送ってるからなの、うん、そうそうそう、それはしょうがないよね。もっと問題だけどね。もっと問題だけど、しょうがないよ。もっと問題だし、あとこんな普通のただのクイズで賄賂すんなただのそんな何かがなんかね、ミリオネアとかじゃないんだから、うん、何か賞金がかかってるとかじゃないんだけど、まあ、この前あのコーヒー買ってあげたから、コーヒー、 あったね。あれはでも他のゲームでね、そう、100円だと思ったら300円するコーヒー買ったから、佐藤さん確かに佐藤さんになんかコーヒー買ってたら、うん、うん、そうそうそう、あ、はい、うん、ではちょっと待って、はい、待って、俺出てないのよ、そんな話だけど。普通の名前もやばいの、ど忘れしてんの、ど忘れしてんの俺だから、ここは出てほしいね、ど忘れしてんの。そうなのよ、あー終わったこんなとこで差がつくのはやばいこんなところで差がつく、もう主役のところね、主役級よ、主役級なのにこんなとこで差がついてしまう。では高橋さん、はいはい、バンアミル、アミル、はい、なんか違う、絶対違う、ね、なんかなんか違うね、バンアルミンブレイガー、アルミンだよ正解、アルミン、アルレルトでございます。アルミンですね。ああ、まあこれのフルネームはあんま出ない気がするんで、まあ難しいな。じゃあブレイガー書いてから 0.5 ももらっていい？ブレイガーなんでだよ、全然違います。それが言われる原因だよ、それが言われる原因それで 0.5 もらおうとしてるのが言われる原因だろうかいやでもやっぱ交渉だから、交渉、世の中交渉だから、やっぱりね、違う違う、理不尽交渉、理不尽交渉でそれを飲もうとしてるその主催者もやばいんだからヤバ構図が成り立ってんだよ、その2人の。じゃあ1点は、1点はいいの、もらって1点はいいですよ、まあ、1はいいでしょ、アルミ、アルミ、いや俺のアミルはアミル惜しいよ、アルミ、まあ、似たような名前の人はねいるんで、もしかしたら出るかもしれないです。そうなのよ、そうなのよ、いるんだ。ちょっと、いやここで差ついたのやばい、マジで。では次の人はい、あもうちょっと待って、俺やばい、今日なんかやばいわ、やばい、お腹下したから脳に栄養がいってないのかもしれない。これも一応フルネームありますねフルネーム当てれる可能性もありますよこれは。うわこれ難しいね。いやめっちゃわかんのよ、めっちゃわかんのよ、神谷さんなのよね。そう、神谷さん、ローの声優さんで分かってんだけど、ちょっと待って、うわ最悪、今日ダメだ、脳に栄養がないです、今日私出しちゃった全部さっき。あれ結局同じだっけ、これが出ないわけないんだよ、これ同じ、これってもしかして同じ。変なヒント与えない方がいいんじゃないでしょうか、計算。そっちは知ってんの俺も、ただああそうなんだ、あの普通のさっきの絵はアルミンみたいなのが出てこないの俺今、なぜか最近読んだのに。ちょっと待って、やめて、うん、なんで出てこないの、俺やばいんだけど、キャラメン弱いんだけど今日なんか。まあそんなのはみんな知ってますよね。みんな知ってんのかい。周知の、周知の事柄だった。うん、それみんな知ってる。いや俺キャラメン弱いんだね俺ね。ワンピに全振りしすぎじゃん。うん、そうよ。そうよ。今更。ね。今更。今更。今更だったわ。しかも読んだことあるのも弱いっていうね。読んだことアルミン。K さんよりも直近で読んだことアルミンで、語尾アルミン。書いてください、時間ないんですかそもそも僕が喉ホルモンのせいで30分遅らせてるっていうのはあるんですけど、喉ホルモンって呼び出したよ、通称下痢ね、喉ホルモンとね、高橋さんの下痢、俺普通の下痢、俺普通の下痢なの恥ずかしいな、なんかホルモン下痢、俺もなんか俺ホルモンじゃないの、ホルモンみたいなの出てきた、焦んなお尻から気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、プルンプルンの
気持ち悪いやめろ気持ち悪いやめろ、喉ホルモンまだいいけど出てきたらはやめろ、気持ち悪いよ。昨日ホルモン食べたの？昨日食べてねえわ食べてねえわ昨日別に。ちょっとなんで俺出てこないの、俺やばいんだけど、俺知ってんだよマジで。うわもう終わったわ、うん、もう絶対知ってる。うわもう最悪、なんで俺これ出てこないの。はい、ではKさん、バン、リヴァイ・アッカーマン。リヴァイだよリヴァイ兵長じゃ。ちょっと俺これがちょ書き方がだから分かんない。リに、うんうん、ウに点々にちっちゃいにイでいいのかな、うん、リヴァイ。リヴァイね、はいはいはい、リヴァイ・アッカーマン、ね、はいはい、ではタイガスさん、はいはいはい、バン、ハルゼ・アッカーマン新キャラ書いちゃった。正解はリヴァイ・アッカーマンです。うわちょっと俺なんか、おい、なんでだよ。アッカーマン当たったから1点は手に入るよ。アッカーマン1点はいいでしょ、うん、1点はいいね。リヴァイは当てる、当てる、当てる、うん、よっしゃ。うわちょっと待って、2点だぜ。俺なんでだ、俺なんでなんだ。あれ逆転した、もしかして逆転した、もう。全然もうアルミンの時点で勝ってるケイさん、あ、でも確かにエレンで、そう、俺エレン言ってんだから、エレンミスってるからね。あ、エレンか、間違ってんのか。じゃあそこで同点で今逆転、逆転だ、よっしゃー。わあ、あーもうどうした、ちょっと俺やべえマジで、なんで、なんでだ。6点ですよ私、6点、俺5点だ。今度100問キャラクイズやって、じゃあどんだけできるかやってみます今まで出たやつも100本ノックみたいなね、100本ノックやろうよあの筆記テストみたいな、もうただただやっていく感じね、うん、もう待って、俺なんでなんだろう、俺本当に弱いな、うん、では次こちらうわこれあれだよね、これがあれだよね、これは分かるぞ多分。下も、いや待って違うわ、これ誰、これ誰、下は分からん、下は分からん、見たことないよこれ。どういう、ちょっとなんかアニメだから分かんない、まあどういう人が言っていいなら言っちゃうけど、いい、まああの巨人なる人ですね、鋼の巨人かな、鋼でしょ、うん、鋼でしょ、鎧のね、うん、あーあの人か、最初ね、うん、あこれじゃない、やべ俺出てこない、やべ2人出てきてんだけど絶対その2人じゃないんだよ。あこんなんじゃなかったっけな、どっち、ちょっと前後はいいね、そこはいいね、あ、うん、これだこれだこれ、はいはい、はい、これだよな、これだよな、あオッケーオッケー、これだよ確か確か、あよしよしよし、ちょっともう無理無理、もう名字、名字っていうかあのお家柄の方は無理だ、はい、オッケー、危ない危ない。では K さん、バン、ライナーマックス。ライナーマックス出したくねえ俺。タイガースさん。なんて書いた。バンライアン。正解はライナーブラウンです。あーブラウン。ライアン。ライアン。ジャイアンみたいな。ジャイアンみたいに書いちゃった。ライナーは合ってる？ライナーは合ってる。よっしゃいてん。ちょっと待って、やばいぞ、まだまだあるってくっそ、俺読んでんのになんでだ、いや、やべえな、マジで、なんかここまで来ると自分が怖いわやらかしじゃない、マジでやらかしとかじゃない、もう恐怖だって読んでんだよ、俺だってケイさんより直近で読んでんだから、俺自信取り戻す回にしよう、今日は、うん、やばい、自信が、自信をくれ、俺に自分を信じたい。これも回した名前むずいけど、こちら次、はい、うわあ、この人出てこねえ、この人変な人だよね、変な人、あ出てきた、あっ OKOK、 これは分かる、これ大丈夫、多分大丈夫、さすがに取り戻す、自信を取り戻す、わだからもうこっちが分かんないよな、もう本名は分かんないわ、もう振るわ、はい、でもこの人だよな、さすがに大丈夫だな、さっきみたいに見せないなではじゃあ田吉さん、はい、バン、ハンジさん、ハンジ、ハンジ、Kさん、バン、ハンジ、ミッチャーさん、ハンジ、ミッチャーミッチャー正解、ハンジ、ゾエさんです。あー、あーゾエって、ハンジ、ゾエ、ゾエさんはわかんないな、うん、ハンジ、1点、1点、やったー、1点、ハンジ、1点、すごいね、よっしゃー、ちょ、ちゃんと当ててくるんだよな、全部当たってはいるんじゃない、一応だよね、ね、フルじゃなくにしろね、エレンもエレンでいいからね、ケイさん強いよな、でもちょっと下の名前がやっぱ当たってないからね、いやじゃあすごい向上心あるミッチャーだもんねミッチャーゾエね、ゾエ、ハンジ、ミッチャーゾエか、では次こちら、聞いたことなかったな、あれこれがあの人、で超大型巨人になる人です、あーはいはいはい、それはね大丈夫、あ、まあ、いけんの、それが出てきたのさっきの人で、
わあ、これこっちかこっちか分かんないな。うわ、これこっちだな。チャンスだ。よしよしよし。ああ、本当巨人の人なんだ。はい、巨人の人ね。ではKさん。はい。バンベルベルトルトマックス。ベルトルマックス好きだな。めっちゃマックスつける。ベルトルトだったっけな。ちょっとこれが分かんないんだよ。俺これだって気がするけどな。ダイさん。バアルベルト。アルベルト。正解はベルトルトフーバーです。え、ちょっと待って待ってな。じゃあベルトルト合ってる。ベルトルト合ってます。やったよ。アルベルトじゃなかったのか。アルベルトいたよね。アルベルトはいる。アルベルトいる。アルベルト待って、マジでなんでベルトルト。いやだからベルトルトじゃなかった。ベルナルドかベルトルトかベルナルト、なんかそんな感じだった気がしたね。あ、知恵袋にですね、進撃の巨人について質問なんですが、はい、アルベルト、はい、ライナーの巨人かとって質問している人がいて、はい、え、アルベルト、うんうん、もしかしてベルトルトさんではないですかっていう人がいますね。ベストアンサーで。タイガースなんですかこれ。同じ人いるじゃん。俺じゃねえよ。俺ヤフー知恵袋書かねえよ。俺わざわざ俺書かないし、そこでそこで質問しないよ。マジで。もう主役級ことごとく外してるじゃん俺。俺苦手なのちびまる子ちゃんなんじゃなくてキャラ名か。キャラ名苦手だね。いつも大抵やらかしはキャラ名だもんね。え、確かにそうだわ、うん、キャラ名は勝てないイメージある。ではこちら。うわ、これ誰。あ、これ何の人、これ誰。まあ、パン食う人なんだ。パンとかなんか最初パン食う人。あ、あの大食いの人だ。 うわ、知らないな。ちょっとここら辺わかんないな。弓矢使う人かな。あ、はいはいはい、はい、まあ、あのチームというか、あの、はいはいはい、エレンたちと一緒にいた人たち。はい、いたいたいた。あ、わかるわかる。どんな人かもわかるね、うん、頑張ってその活躍したのもわかる。ちょっと待ってね、うん、やばいな、はい、なんで。では、はい、タヤさん、はい、あ、ユニー。ユニー。K さん。バン、ユミル・タリタス。ユミル。正解は、ユミル入ってるやん。サシャ・ブラウスです。シャッシャ。サシャ。全然違った。サシャだ。サシャだ。いや、聞けばわかんだよ。聞けばわかるの。なるほどね。サシャだ、サシャ。サシャだ。サシャ。ではもうちょっといきますか。はい、いける元気はありますか。うん、元気はもりもりあります。では行きます。ただ力はないです。こちら。あ、この人これじゃないか。だからこの人、これはまあ、ね、ベルトとライナーあたりの仲間の人ですね。はいはいはい。ちょっと待って、あれでもなんか自信ないな。元気はあるんだけど自信がない。もうフルネームなんてどうでもいいですもんね。もうどうでもいい。そんなことは。とにかく下の名前っていうか、このフルネーム、個人名を当てたい。フルネームちゃんと書いてよ。そんな余裕はありません。私俺ちゃんと全部書いてんだからね。そうね、全部書いてても全部外れてても、もうそことかもう当たるわけないから一回捨ててます私は。いや、当たるかもしれない。まず名前、奇跡起きるかもしれない。まず名前。わあ、いいこと言うね。起こす。じゃあ、そうよ、じゃあ書くか。信じたやつにだけしか訪れないですからね、奇跡は。そうよ、イワンコフ。はい、イワンコフ。はい、書きました。いうか、そんなこと。うん、言ったっけ。イワンコフで、めちゃめちゃイワンコフ。では、Kさん。バン、アニー・シャンディア。シャンディア。アニー、ワンピース。アニー・シャンディア。はい。ワンピースじゃん。Kさん。あ、タダさん。はい、ダブルス。あ、ごめん、ごめん。いい、時間ねとか言ってんのに、いい、ループして。伸ばすも聞いたよ。同じことなんでできるんだ。怖い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 。聞いた。伸ばす。そこだけ2時間のループにも切り替わったぞ今。伸ばすだけのループに切り替わった今。いいスループしないで。大変さ。あ、帰ってきた。はい、よかった。はい。アニー・ゴールドマン。伸ばす。伸ばす。正解。うん、アニー・レオンハート。伸ばさないです。あ、伸ばさないんだ。伸ばさない。アニーレオンハート伸ばさないんだね。これ来たと思った。 K さんと一緒だから。レオンハートも来たと思った。当たったと思ったのに。レオンハートは全くです。こちら。やべえ。
うわー隊長ね、隊長最初のね、この人知ってんだよ、なんだどんな人かも知ってんの、結構かっこいいよ実はね、えなんかいろいろアグラーリストだったけど、ね、活躍すごかったよね、うん、あのちょっとこの人のさ名前は言っちゃダメなんだけど、うん、その大佐とかその呼ばれ方なんだっけ、隊長、隊長なイメージ勝手にある、隊長か、あじゃあちげえわ、一、うん、人出てきたんだけど違う、団長、団長だ、あ団長だ、はいはいはい、うん、団長だ、団長、はいはい、なんかないのヒント、えで始まります、え、うわすげえヒントくれるよ、うん、うわあ、でもなんかこんな感じ、ケイさんすごいね、そんな読んでるイメージないのにねえ、なんでそんな覚えてんの、すごくない、はい、わかんない、はい、来ました、はい、ではケイさん、バン、エルヴィン・パーカー、エルヴィン・パーカー、あ、でもヴィン、ヴィンって書いちゃいました、エルヴィン、ウニ点点、ウニ点点にちっちゃいイニン、うん、エルヴィン、うん、エルヴィン、ではエルヴィン・パーカー、タラシさん、はい、バン、エルドン・フリークス、エリドン・フリークス、ゴンの名前フリークス、あ、本当だ、フリークス本当だ、何にも気づかないで書いちゃった、では正解はエルヴィン・スミスです、お強くない、え、合ってる、一点合ってます、か、え、強くない、ウニ点々とかでもこれがいいの、ウニ点々です、で、強くない、ちっちゃい芋入ってんの、ちっちゃい芋入ってます、おお、すごい最強じゃん名前王じゃんこの人強いな、名前王じゃん、合ってた、名前、マジ名前王だよねやば、ではラスト、はい、このままだと K さんが勝ちます、圧勝じゃん、こちら、え、あーだからこの人よ、まあこれ2つ名前あるかな、どっちでもいいです、これがこうだろう、あーあとなんとか、あのそのあれはなんとなく思い出せる、わかんねえ、うん、はい、こんなんが入ってた気がするぞ、うん、でははい K さん、はい、バン、レイズ・ヒストリア、レイズ・ヒストリア、タヤさん、バン、ユミル・ビクトリア、ユミル・ビクトリアじゃあまず一つ目の名前が、はい、クリスタ・レンズ、クリスタ、クリスタ、でもう一つの本名は、うん、ヒストリア・レイス、はい、あ、逆、あ、逆、惜しい、逆でもレイスか、レイスって書いちゃったあ、まあヒストリア合ってるんで1点はいいかな、与党、あ、強っ、ヒストリアレイスさんはユミル・ビクトリア、ユミル・ビクトリア、ユミルは別の人ですねユミルと仲良かったのはこの子ですけど、王女ですね、王女、なんか有名な人でしょ、有名な人、ヒストリア家か、そうよ、ビクトリア家じゃないか、うん、うーわ、ということでケイさんの勝利、やったー、強い、あーこれ高橋さん勝つと思ったんだけど な、いや俺もだよいや俺もそう思ってたよ俺も、俺そんなに最近読んだないよ、だってそんなに多分途中でしかも止まってるしね、なんでちょっとやっぱ名前強いな、ケイさん、違う俺が弱いのか、うん、ちょっと名前で勝ちたいな、名前で勝てる、勝てる作品を探したいよ、もうこうなってきたら、ワンピ以外で。そしてワンピにだから名前のメモリ全部割いちゃってんだろうな、ハードディスク。メモリとハードディスク。ワンピで使用しちゃってるから抜けてっちゃった、うん、名前をだな。ケイさんの勝利ですね。はい。はい。圧巻の勝利。これは圧巻マンね。圧巻マン。圧巻マン。ケイ圧巻マン。ミカサみたいな。ミカサとリヴァイの下の名前みたいな。圧巻マンですね。ケイ圧巻マンで、じゃあこれからやっていくということで。やだな、なんかダサいな。かっこよくないんだけど、それ。漢字ね、漢字ね、勝者のね、圧巻マンの称号を、ね、差し上げましたから。圧巻マンの称号。かっこよくないんだけど、それ。別に。いらねえな、その称号。圧巻しちゃうと、圧巻マンって呼ばれるんだもんな。全然かっこよくない。ダセーもん。ダセーもん、めちゃめちゃ。はい、今日終わりです、はい、最後まで見てくれてありがとう、はい、先生チャンネル登録お願いします、メインチャンネル登録ください、明日も楽しみ、またね、おめでとう、圧巻マン。僕たち
たち、お願いします。海賊団と申します。